でさ、昨日テストしたじゃん、歌詞。だからリサとサラは全然書けなかったよね、全然ね。だからおいリサ、おいサラって思ってましたけど、一緒、書けてる量とか関係ないから。私はでも1個しか間違えてなかったとか、リサ半分しか書けてないじゃん、関係ない、一緒。コズミックラブに関しては七ヶ谷じゃない、七ヶ谷には歌えない。今ある曲をもう一回年内まで頑張ってやって、で全部の曲の9曲あるだろ今、その9曲もっと理解してくれ、曲の意味を、もっと歌詞とか。曲は七ヶ谷は歌えない、逃したってことで、大きい仕事逃したんだよ、自分らが未熟なせいで。そういう世界だからな、覚えてってな、それも。囲まれてものづくりができると思って入ってきたけど、なんか全然思ってたのと違くて。アリス10番もほら一斉して2年経つじゃん。で、あの子たちもやっぱり乗り越えてきてんだよ。それこそ何ヶ月もメンバー同士無口な時もあったの。このメンバーとこのメンバーが仲悪くてずっと無口でっていう時も全部をこう乗り越えてきて絆ができたのね。そうなると強いよな、ステージに出てんじゃん。それがそうさ、すごく新曲をもらえるのが嬉しくて。そうだよな、みんなも掲示板にすごく意気込みを書いてて、変わこの曲で変わるのかなって思ってたのに、すごく歌いたかったのに、でも結局なくなっちゃって。ユキ、お前のこの今の気持ちメンバーまで言わね。やっと掴んだ新曲のチャンスを足引っ張られてる、みんなに。やめたいっていうのは当たり前だよね。おかしいんじゃないのこの子って思ってるやついる今、ユキに対して。いないよね、当たり前だよね。大事なその歌詞っていうのをみんなちゃんと覚えてなくて、でなんか覚えてる人とかもちゃんといたのに、なんかゆきさんとかカレンちゃんとか迷惑かけて、でなんか今七ヶ谷がちょっとバラバラになっちゃってて、で9人でライブするには絶対に雰囲気良くなかったらライブもいいステージで絶対できないと思うし、レオはそういうのは絶対嫌だから、でそういうのも気使ってユキさんとかも笑って明るく接してくれてるけど、でもまだ解決しきってないんで。今回はすごい自分のせいだったので、そのことについてもすごい反省してるのと、なんでこうなっちゃったんだろうってもっとメンバーで、心を開いて話し合ってたらこういうことになる前になんか、もうちょっとどうにかできたんじゃないかなって考えてます。